こんにちは、伊藤明です。今日はですね、こちら、養老ボックスプロというですね、まあこの箱ですね、こちらを紹介したいんですけども、これ何かというとですね、スマホですね。はい、スマホなんですけども、こちら見てください。はい、尋常ではない物々しい端子がいっぱいついてます。もう今日はこれについてお話ししたいと思います。はい、今こっちに iPad mini 4がありますが、まあ、画面の大きさ的にはほぼ一緒ですね。はい、でこの養老ボックスプロね、私さっきスマホって言ったんですけども、それは間違いではないです。はい、 Android OS が乗ったら、まあ、タブレットといった方が近いのかななんですけども、この尋常ではない端子の量と、あとこの分厚さですね。はい、重量感も結構あります。さあ、この養老ボックスプロで何ができるのかお話ししていきます。はい、この箱はね、ライブストリームエンコーダーという形で販売されています。まあ、簡単に言うと、これ単体で YouTube ライブとかができてしまうっていうものなんですね。まあでも単体での YouTube 配信だったら、こういう iPad とか、まあ、他のタブレットとかね、スマホでもできるんじゃないかって話なんですけども、ここでこの端子が効いてきます。まあ、左から3つね、 HDMI という端子が並んでますけども、これがあることによって、まあ、例えば一眼ミラーレスの映像を入力するとか、まあ、最新のゲーム機のね、映像を入力するとか、そういういろんな高画質ソースを、ぶち込めるというのが特徴です。でしかも3つ入ります。じゃあスマホでそれができないんだったら、パソコンでやればいいんじゃないっていう話なんですけども、パソコンでやるのも結構大変です。はい、こういう HDMI 直接パソコンに刺さらないことが多いんで、キャプチャーボードとか、キャプチャーケーブルみたいなのを買って USB 経由でパソコンに入れたりしなきゃいけないし、あとパソコンの場合、配信ソフトというのを別途で入れて自分で使い方を覚えて、やっと配信ができるようになります。まあ、そういったことがこの箱だったら単体でできます。はい、まあ、名前の通りね、この養老ボックスというこの箱単体で済むというのが、まあ最大の利点だと思います。まあ、でもまだ分かりにくいと思うんで、電源入れてカメラつないでみましょう。はい、起動するとこんな感じでロゴが出て、まあそうだな、1分ぐらいでもう使えるようになりますね。はい、起動して今これモニターモードになっています。まあ、モニターモードっていうのは配信はしないけども、そういう映像ソースの切り替えとかいろいろできるよっていうモードです。はい、じゃあちょっと乱暴ですけど、このまま HDMI 挿していきます。はい、こっちには今 Lumix S5 というミラーレス一眼がありますけども、 HDMI 挿しました。そうするとここで表示がちょっと変わってクルクルしてると思います。そして映像が映りましたね。はい、今私を横から映しているカメラが映りました。そして今私、これ今収録しているカメラですね、 GH6 なんですけども、この映像もこのまま挿しちゃいます。ブスッと。そうするともう一個クルクル回ったと思います。クルクル中かな。はい、来ました。今ね、収録中に挿しちゃったんで、反応しなかったんですけども、収録オフってから挿せば、反応するということが今私分かりました。はい、今下に2つ映像ソースがありますけども、これをね、このタッチパネルで触るだけで切り替えができます。はい、これが今横から撮っている映像、こっちが今収録している映像なんで、ヨロボックスの中ヨロボックスがあって、ヨロボックスの中ヨロボックスがあってっていう状態になってますが、こういう風に切り替えられると。でこっちの画面は、コメントであったり、あと設定、今音の設定が出ていますけども、例えば、こっちのカメラの音はやめて、こっちのカメラにしたいよとか、そういうことがタッチパネルで一発でできます。はい、じゃあここからはね、このライブストリーミングエンコーダーとしての特徴を、ざざっと駆け足で話していきます。まず映像の入力ですけども、先ほど言った通り HDMI が3つ入っているので、そこに3つまず入ります。そしてその隣にUSB のタイプ A の端子があります。そこに、ウェブカメラとかを挿すこともできます。あとはその USB の、HDMI キャプチャを使えば HDMI 経由の映像をもう一個入れることもできます。でさらに USB タイプ C の入力もあるので、タイプ C を使っての映像入力っていうのも可能になってます。だから全部で5個映像入力することができます。で次、さっきも言いましたけど、タッチパネルで映像の切り替えができます。はい、でこれね、今ディゾルブで変わるようになってますけども、まあ、もちろんカットでやることもできますし、その他ワイプとか、いろんな効果で切り替えることができるようになってます。でさらにですね、この映像ソースだけじゃなくて、例えばこれを組み合わせた画面を作ることもできます。正面の画面をメインにして、サイドの画面をサブにします。そうするとこういう小窓ができて、これを指で動かせば、はい、位置を決めることができる。さらにスケールで大きさも変えることができます。
はい、あと面白いのだとね、スコアボードの表示なんかもできますね。はい、今出てきました。こうね、もうちょっと大きくしましょうか。はい、これで今1対0っていう風になってますが、まあなんか試合の中継とかをね、そういう時にこういうのがあると超便利とか、あとはね、例えば、試合の映像は流さないんだけども、例えば日本代表戦のサッカーを見ながら、配信するとね、映像はつかないで配信するけど得点は入れられる日本が1点、ドイツが0点とかね、そういうことができるようになります。でさらにね、この箱 SD カードが刺さります。はい、SD カードをストレージとして、その中に入っている画像であったり映像であったりを配信で流すことができます。だから例えばロゴとかをね、今これありますけど、私のロゴを、左上に今出しますよとか、あとは自分の YouTube の映像を SD カードの中に入れとけば、その場で再生して配信に載せることができます。で次、秀逸なのが YouTube のコメントをピックアップできる機能ですね。はい、これ実際の配信画面なんですけども、このようにですね、指でタッチしたコメントが画面上にピックアップして出るようになります。これによって今どのコメントを読んでね、喋っているかというのが分かりますし、このデザインね、色とか大きさとかももちろん変えることができます。これがね、本当にやってて楽しいですね。で次、どんな回線で配信するかって話なんですけども、この箱はね、3つ使えます。一つはいわゆる Wi-Fi ですね。もう一つは LAN。 さっき言った通り端子がいっぱいあるんで、なんと LAN ケーブルも刺さります。そして3つ目、なんと SIM カードも刺さります。はい、いわゆる皆さんのスマホに入っている、電話番号がついた SIM であったり、まあ、データ SIM もありますけども、それが刺さると。なので例えば Wi-Fi でテザリングができないという状況でも、これ単体で、電波さえ入れば SIM カードで配信ができます。だから私がね、冒頭でこれはスマホですって強調してたのは、そういうとこもあったりします。で最後、バッテリーですね。容量が1万ミリアンペアアワーあって、だいたい3時間ぐらい中継ができるようになってます。でバッテリー以外にも USB Type-C で給電することができるので、表だったらモバイルバッテリーとか大容量バッテリーで給電すればいいですし、お家だったら、普通にコンセントつないで給電してればずっと配信することができます。はい、まあ、ざっくり特徴を言うとこんな感じです。まあ、私ね、まあ、よくこういうセリフ言っちゃうんですけど、もう10年前だったら考えられへんっていう感じですね。もうスーパーです。でこれついでに言っとくと、配信以外にもスイッチングモニターとしても使えます。まあ、配信はしないんだけども、今ね、私が今この収録してる状況そのままですね、カメラを2台使って YouTube 動画を作りたい、でも2台の映像を、自分で見ることができないんですね。ただここに入力してしまえば、はい、こうやってスイッチングして見ることもできるし、さっきみたいに2画面にすればいろんなカメラ、ね、同時に見ることができるので、単なるモニターとしても非常に優秀です。でさらにここにね、レックボタンっていうのがあります。はい、もう皆さん予想ついてると思いますが、これね、挿した SD カードにこのスイッチングしたアウト、ここで作った映像を収録することもできます。はい、なので、まあ、カメラで収録しなくても、もうこの中で YouTube 動画作ってしまうことも可能です。はい、で実際私これを使って YouTube ライブもやったんですけども、まあ、非常に楽しかったですね。このやっぱコメントのピックアップっていうのが秀逸ですし、その俯瞰のカメラとかもね、交えて、カメラ3台でっていう配信っていうのは、もう私がもう本当に夢見た世界だったので、非常に楽しかったです。で先日、一昨日ですね、屋外配信にもチャレンジしてきました。そちらの様子もちょっとご覧ください。はい、場所はね、神奈川県の弘法山公園というところと、まあ、湘南の稲村ヶ崎というところですね。まあ、山と海ですね。まあ、これが非常に、まあ、やってるのが楽しかったんですけども、ただどっちもね、こうプツプツ映像が止まったり音が途切れたりしちゃってました。でこれはね、完全にもう回線の問題で、やっぱ山でやった時はその iPhone のテザリングでやったんですけども、そもそもそのドコモの電波が悪い場所だったんですね。はい、で今度海に行って、海はドコモの電波良かったんですけども、今度はね、私が契約した格安 SIM IIJ ミオが、まあなんかちょっと力不足なのかなというところで速度が出なかったんですね。それでちょっとカクカクしたり、止まっちゃったりしました。まあなので外配信の場合は回線はいいものを用意したいですね。その回線を束ねる方式のやつとか、あとはまあこれから期待なのは、スターリンクとかですかね、衛星から電波が降ってくるパターン、そういうのもぜひ試したいです。でもね、屋外配信をやってみて本当に楽でした。はい、そのセッティングね、普通やるんだったらノートパソコン広げて、でキャプチャーボード全部つなげてやっとねできるってことなんですけども、これだったらね、本当タッチパネルね、マウスもいらないし、でこれ三脚がねマウントできるんで、その三脚とかカメラの上とかにポンって置けるんですね。なんでこのシステム全体としてのコンパクト
クトさっていうのも非常に優れている点だと思います。はい、ここまで言ってきた通り、このヨロボックスプロ最高なんですけども、不満がないわけではないです。まずね、こういう設定あるじゃないですか。こういう2画面作ったよとか、音の設定はこういう風にしたよっていうのがあるんですけども、これ一回配信やめます。はい、やめてこの画面戻ると保存されないんですね。はい、で、配信の履歴っていうのは残ってて、ここからコピーして使うってことは可能なんですけども、細かい音の設定とか、2画面とかは残ってくれないんです。まあ、これはですね、やっぱ定期的に配信とかする面にとっては、なんだコピーして使えないのかよっていうのはちょっと不満だったりします。まあ、全くじゃないんですよ。その映像のビットレートとかフレームレートとかそういうのはコピーで使えるんですけども、じゃあコピーしようとした時に、このね、動画のタイトルとか説明とかが全部消えちゃうんですよね。はい、これも毎回打ち込まないといけないので非常にストレスだったりするので、その辺まあアップデートで改善してもらえるといいなってとこですね。あともう一つ不満はヘッドホン周りですかね。これヘッドホンを挿してこのプログラムアウトね、自分がこう構築した音を聞くことができるんですが、それのね音量設定がないんです。はい、プログラムアウト全体の音量設定とこのヘッドホンの音量設定が一緒になっていて、プログラムを下げればヘッドホンも下げることができるんですけども、そうすると YouTube 上に行っている音も音量が低くなってしまうので、ぜひ、ヘッドホン単体の音量調整をつけてほしいなと思います。でついでに言うと、このヘッドホンアウトがですね、この中でエンコードされた、音声のアウトになってるんでディレイするんですよね。まあ1秒以内だと思うんですけども、ディレイした音声を、モニタリングしてもですね、もう非常に気持ち悪いことになるんですね。その自分の音声、喋ってる音声が遅れて聞こえてくるので、もう聞けたもんじゃないんです。だから音量とかの、モニタリングができるんですけども、実際配信中のモニタリングにはもう使えないので、そのスルーで聞ける、入力された音をスルーで聞ける機能がつくといいなと思います。でもう一つね、これが届いた時にですね、LINE IN という、まあ、音声入力ですね、そちらを使って、音楽を流していると、だいたい30分ぐらい経つとなんか音がプツプツ途切れたりする不具合というのがありました。でもね、これは、その後ね1週間ぐらいでなんとバージョンアップが行われて改善されました、ね、これ私が言ったからってわけじゃないんですけど、そういう不具合に対して一応そういうファームアップですぐ対応してくれるので、その辺はね、期待ができると思います。なんでここからついでに、ファームアップで改善してほしいことの、要望を言っていきます。まずですね、先ほど言ったこの切り替えですね、シーンの切り替え、いろいろできるのはいいんですが、これね遅いんですよね。ちょっとね、このディゾルブふわーふわー、これ 0.5 秒っていう風になってるんですけど、これもうちょっと 0.2 秒ぐらいにしたい。まあ、なんならこの秒単位じゃなくてフレーム単位とかになってくれると嬉しいなと思います。で次はですね、音楽ですね、これ SD カードが刺さって画像とか映像とかを流せるんですけども、音楽単体っていうのはないんですね。でやっぱ YouTube ライブ音楽 BGM 流したいじゃないですか。で SD カードに入れた音楽をループで流したりできればいいんですけども、今のところそれがないんで、それをバージョンアップでできるようにしてほしいです。まあ、現状私はさっき言った LINE IN のとこに、iPhone を普通の、ね、3.5 ミリのケーブルでつないで iPhone で音楽を再生して、で音量調整してねっていう風にやってるんで、それはそれで音楽の部分を iPhone に任せることができるのでいいっちゃいいんですけども、やっぱり内蔵であった方がいいかなとは思います。まあ繰り返しになりますけども、本当にこのヨロボックスプロは、1ヶ月に多い時で2回とか、バージョンアップが行われるので、その辺非常に期待が持てると思います。今 1.85 というバージョン、今これ撮ってる時期ではね 1.85 なんですけども、これ届いた時には 1.8 だったし、他の今YouTube のねレビューアーの方、ヨロボックスのレビューを上げてますけども、それぞれバージョンが違ってそれぞれここが不満とか言ってるんですけども、これが多分半年後になったらそれ全部解消されてる可能性もあります。で音周りに関してはね、私非常に優秀だと思ってます。はい、このなんだろうな、カメラのね3つの音をこうやってボタン一発で変えられる。普通カメラが3つあって、この LINE IN もあって、でプログラム全体の音量もあったりしてっていうのは、パソコンとかでやると結構大変だったりするんですよ。そのパソコンの仕様によって変わったりもするんで、それがね非常に簡単に行えるというのは、私ここは優秀だと思います。はい、まだ長くなってしまいましたけどもね、このヨロボックスプロが来てからはもうこれ中心の生活というかね、非常に楽しくて、いろいろやって遊んでます。まあ、惜しいのはね、これ 4K はできなくてフル HD までしかできないってことなんですけども、まあ、4K のねスイッチングして配信なんつったらもう本当に何百万みたいな機材になってくると思うんで、まあフル HD でも私ねこれ使い続けていきたいと思います。でいずれね、その回線、スターリンクがね、日本で個人で契約できるようになるとかなれば、
それこそね、アルプスとかそういった山での配信というのも全然夢じゃないです。はいね、カラサーカールのね自分のテントの前で、カメラ3台つけてこっちはね景色を撮ってこっちは自分撮ってとかしながら、配信することもできるようになります。まあ、個人で導入するにはちょっと価格が、ね、高いかなってところはありますけども、まあ、例えば YouTube 専業でやっててね、まあ、ある程度収入がある人とか、あとは企業のね、ちょっとしたライブ配信なんかにもそのパソコンとなんかキャプチャーボードとか売って考えるんだったらこれ非常に適していると思います。はい、こうやって手に持つとお手軽さがより伝わる気がします。今日はヨロボックスプロの紹介でした。それでは。